私たちは地域見守りペッパーを作りました。チーム名はコロッケ、メンバー新谷、藤井、柳原です。地域のいろいろな問題を解決するために作りました。このペッパーにある QR コードから市民の人が通報すると市の担当者に連絡が届きます。ちなみに通報した人にはクーポンがもらえます。通学路に蜂が出たことがあり、母に言っても駆除されなかったので、公共の場所の問題を市役所の人に直接言いたいと思い作りました。僕たちが解決する SDGs 目標は11個目の住み続けられる街づくりです。今回のペッパーは全ての人が使う公共の場所の問題を解決するので、住んでいる人が安心して何年も住みたくなるようにするのが理想です。僕たちが目指す理想は、市役所がその市の問題を把握できるようにしたいです。そのための解決策は、市民が見つけた問題を通報し、市役所は問題を解決する。でも現状は、市民が問題を見つけてもどこに通報したらいいかがわからない。注目してほしいところの一つ目は、通報者の数を記録し、後から人数を確認できることです。2つ目はマップを見てその市の被害を共有できることです。今回使った機能は主に4つあります。報告する問題を選択するタッチセンサーと、市役所に通報する通報機能、 QR コードを読み取った人数を記録する変数、そして問題を共有できるマップの4つです。このペッパーを作ることによって、市役所の人たちの被害場所や被害内容などを把握するのではなく、市民も把握できるようにしました。最後に、このペッパーを使うことによって、その市だけではなく市民までもが明るくなればと思います。これで発表を終わります。ありがとうございました。このペッパーは豊中安全管理ができます。豊中市で見つけた害虫、損害物、落書き、その他の報告をメニューから選んで通報にご協力ください。ご協力してくれた方にはクーポンがもらえるかもしれません。登録したメールアドレスに送られます。左手を触ると操作方法がわかります。また市の危険を知りたい方は帽子をタッチしてみてください。害虫の報告ですね。 QR コードを読み込んでください。 QR コードを読み取ったら、メールアドレスなど個人情報を書いたら、目撃情報、被害内容などを書いてください。QR コードを読み取ってください。読み取ると8、損害物、落書きの損害物の場所を Google マップで見ることができます。 QR コード読み取りが完了した人がペッパーの頭を触って終了させてください。